回はちょっと解説式というか、一緒に動画見ながら行こうかなと思ってます。わかんない、もしかしたらちょっとなしになるかもしれないけど。成田空港から新千歳空港、新千歳かに到着して、知床に向かいます。懐かしい、なんか今回は7人乗りのフリードを借りて4人で5日間かな、旅していきます。懐かしいな。よし、よくないんじゃなくて、よくなくしてるんでしょ。いや、違う普通に悪い、もともと悪い。いつも悪いのさ、終わってるんだよ。いや、マリノと撮りゃいいだろ。マリノでもちゃんと撮ろうと思って、この定食屋さん、ほんと美味しくて、キュウリオっていう魚の揚げ物があったりして、すごい美味しかった。今手こうやってやってる人、どうかな、翔太。車来たよ、車。いいじゃん、ついてる。どこ撮ってんので、女の子がまあいる。でもう一人、もじゃもじゃの帽子かぶってる人がカンタ。みんな大学の友達で、いいじゃん。もう4年目か。もじょもじょしてるんじゃなくて、うん、なんかこんなにお付き合いです。なんでやだ、ちょっと初めてこの4人では旅行する。今回は旭川のオヨっていうホテルに泊まって、ここが確か2000円かな、2000円だった人に。すごい立地も良くて、お店も綺麗です。すごい良かった。どれ、あれ、これいけるな、多分。あれ、これ強くね。これもいけそうな気がする。いや、でもちょっと生このジンギスカンうまかったな。ここは北海道の友達に教えてもらって、すごい美味しかった。ちょっと違うな、今もう一回。残った。この二人はずっとこういうことやってて、しょうもない。朝の4時半、この時朝の気温が確かマイナス20度で超寒かったね。
日目は旭川から知床まで、すごい距離あったんだけど、運転できるから1時間2時間ぐらいで交代しながら運転してました。道もすごい良くて3月の後半ぐらいだったかな、だったけど知れたこと全然、ね、やっぱり道路も綺麗にされてて、ね、おラウス入った弱くて投げらんねん。止めて止めて。危ない。これいけるかな。超えるって。動いた。ほらやっぱ動くよ。でっかいの。超えるから大丈夫。ほらめっちゃ動く。ほら。危ない。怖いんだよね。一回カンタが先行った方がいい。カンタの歩いてる道前よ。硬いよ。そう。大丈夫。これみんなで写真撮って。絶対バンズで来るべきじゃなかったっていう。あの煙出てるとこが秘湯で、なんだっけな。本当じゃん。熊なんちゃら温泉で、本当は行きたかったんだけど、なんかちょうど。閉まってたのかな。うわ。うわ。この時はみんなで流氷に乗ってずっと遊んでて、たまに波でこう沖の方に流されそうになってて、カンタ早く早く今流氷チャンス。これは違うんじゃない。カンタいい写真撮る。練習した甲斐があった。
途中なんかさ、自販機って見たとこそこにない？ないか。もうラウスまで戻っちゃおうよ。2日目にして本当に車が汚くなって、まあ雪があるところはすごいなっていう。ここの中華屋行ったんだけど、ここは食べたことがない味がしたね。この日は網走の東横インかなに泊まって、1泊2500円だったかな確か。この日は朝からオモロロギっていう流氷を割りながらこう進んでいく。ペリーに乗って、これは良かったね。セーフ。すごい硬い。硬い。なんか、綺麗だった。流氷の厚さもすごい分厚くて、これすごかったな。流れてて、ちょっと止まんないかなって思ってました。めっちゃ好きで、うわ、なんか帯広から電話来てる、なんか嫌な感じ。関東いろいろ会計とか、今電話出てる人やってくれて、これやりとり取って、でもうカメラ回してて、で、マイは iPhone で動画を撮りたくて、それに従う翔太。この光景やばいなぁ、好きだなぁ。生き目じゃん。
カは本当にたくさんいたな。あとキツネ。この宿も3000円で、すごい良かった。安いよね。他のレンタカーはブラシとかも全部ついてて、窓も凍っちゃうから、それは朝、1日、毎日掃除して、大変だなって思いながら。車も汚くなるしね。Thank you.
ちなみに今、3人とも先生やってます。え、そんな折れた？え、折れた？すごいな。いや、これまあ、チビの、うん、モンスターじゃないやつ。いや、まあまあいける。気をつけて。ほんま、ほんま。え、だいぶ重い。なんでスティッチなんだろう。おい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。チャース。初めてのじゃないだろ。初めてってそんな。え、違う、2枚でしょ。2枚。角だよ、角。どうごろ。最後、ラストやろ。今回がよ、一番高い4000のやつで。バッグ開いてる。これなんかデジャブなんだけど、開いてないよ。すごい開いてる。チャックもそうだけど、みんなそわそわしてる。おお、大興奮。ネスプレスじゃん。飲めるね。あと3分。いいじゃん。おお。おお、眺めいい。あ、あれワイパー立てるの忘れた。まあいいや。おお。いいよ。ちゃんと風呂入るんですね、バッター。
すごいね、感動じゃん。おお見て、プロ。あるよ。プライベートバス。なんか住宅展示場みたい。ああ。ああ。欲しいのかな。すごいね。すごい。これ4000円ってすごくちっちゃい。おー、綺麗なトイレだ。しかもトイレの中に手洗いがついてる。全てが違ったね。いいのかな。荷物も運んでもらっちゃってるもん。でもこっちの方が本当だよ。昨日泊まったよとめちゃくちゃ近くて、いや昨日もここに住めばよかった。悔しいか。あー、手前のところか。行けないんだね。最終日アイスを見に行って、ここは本当に観光地化されてて、駐車場もすごい綺麗だったりとか、まあ、それぐらい本当綺麗で、もうすごかったな。想像以上だった。すごい。最後まで見てくれた方ありがとうございました。お疲れ。何人が見てくれてるのか。ああ、楽しかった。パッチリ目開いたところで。またぼちぼち更新します。では。